一般的になってきたローマ字兵器の外区表示板。かつての主流だった日本語のみの外区、表示板外区表示板とは、日本の市区町村における住居表示を実施している、区域で外区を表示している細長いプレートのことを言う。外区符号版、または町名版とも呼ばれている。主に電信柱や家の兵などについている。住居表示に関する法律により、 住居表示を実施した市町村に設置が義務付けられている。住居表示を実施していない区域でも、外区符号のない町名、地盤を記した表示板が設置されることがあり、町名表示板などと呼ばれるが、こちらについても、外区表示板と呼称している自治体もある。外区表示板とは異なり設置義務はなく、地方自治体が設置するほかライオンズクラブなどの事前団体が、 地方自治体に寄贈する、あるいは企業が広告を兼ねて設置する例も見られる。他には自動販売機にも設置場所のステッカーが貼り付けられている。名古屋市中村区の外区表示板、下部に地図が示されるが、このような例は多くはない。外区表示板は住居表示を実施している区域において、区域内の町、または地の名称及び、 バイク符号などを記載した表示板である。住居表示に関する法律に基づき、地方自治体に設置が義務付けられている。多くの場合、縦に細長い形状を有する金属あるいは、プラスチック製の板であり、濃い色の地に白たは黒で記載事項が書かれており、建物の壁面や家屋の塀、電柱などに固定されて表示されている。設置主体により、様々だが、 少なくともを記載することが住居表示に関する法律において定められている。多くの場合、町、または字の名称を縦書きで示し株に外区符号を横書きしたものが基本型となる。これに加えて、などの情報が書かれているものもある。地方自治体により、様々だが、縦に細長い形状で 120mm、560mm、 または 120mm、660mm の寸法が一般的である。当初は鉄鋼が多かったがアルミニウム製のものが大半を占めている。最近では色が鮮やかに出るプラスチック製のものも増えてきている。しかしプラスチック製のものは紫外線による経年劣化や風化が著しいために川西市や平方市のようにプラスチック製からより酸化などによる劣化が より少ないアルミニウム製に戻す地方自治体もある。池田市や平方市などでは新技術でアルミニウム製のプリント転写のものを採用している。地方自治体により外区表示板のカラーリングは様々だが主に実観用式名による次の色が使用されている。地方自治体全域で一色しか使用しないところがほとんどだが、豊中市、美濃市 高岡市のように町域ごとに色違いにしているところや、武蔵野市、鶴河市、池田市、浜松市のように町目ごとに色違いにしているところなど、これも地方自治体によって様々である。また、相模原市では、各行政区のシンボルカラーを採用している。なお、金沢市、茨城市、高石市などはかつて町目ごとに色違いにしていたが、ローマ字平気化する際に、 コスト面などの事情により一式のみに統一された。ローマ字や地図の情報をさらに別番で加えているところがある。豊中市や森山市、羽曳野の市などでは地図の別番を、西宮市ではローマ字の別番を設置している。住居表示に関する法律の第8条において見やすい場所に設けることが定められていることから書く。 地方自治体の条例の施行規則においてその内容が規定されており、ほぼ全ての地方自治体において、歩行者から見やすいところに設けるものとし、各外区の各付近の建物その他の工作物の適当な箇所に貼り付け、原則として表示板の下場が地上をおおむね1.6メートルになるようにするものとする。となっている。ありがとうございます。